着物クラブ南、出番の多いお体育結びを一緒に結んでみましょう。皆様こんにちは。今日は短めの名古屋帯でお体育結びの結び方をご紹介したいと思います。お家にあるお母様のいただき物とかリサイクルで買って 3.5 メートルない、そんな短い帯でも簡単にできますので、一緒に結んでみていただけたらと思います。使うものが短めの名古屋帯と帯枕に帯揚げを当てて、中心を帯揚げの幅の中心と山を揃えたものをゴムで留めたもの、あと仮紐ですね。できれば仮紐は短めのものを用意すると扱いやすいので、腰紐でもいいんですけども、短めのものがおすすめです。あとクリップ2つ、今日はお太鼓止め使います。クリップとお太鼓止め使います。あと帯座にするのにタオルを巻いたようなもの、こんなものをご用意ください。それでは早速始めたいと思います。手先右側から輪を下にして巻いていきます。短めの帯を上手に結ぶコツは、手先をギリギリ短く、最小限の長さに取ると垂れ先に距離が取れるのでよろしいと思います。ですので本当にこのぐらい帯板に留めます。からかぶせていきますね。きっちりかぶせましょう。で、一巻き目もらって、これもキュッと締めます。もう一巻きしますね。でもし緩みやすいという方は、巻くたんびにクリップ留め直すと上手に結べます。で、右脇でもらいますね。そしてここでキュッと締めたら、クリップを引っ越ししますね。右脇にお引っ越し、手先抜きますね。手先後ろの右サイドまで抜いていきます。で、折り返します。ここも余りがないようにきっちり折り返すと手先の長さが取れるのでよろしいと思います。真ん中まで来れば十分ですね。そしたら後ろ中心より左側、今日はお太鼓止めで止めます。クリップでもいいです。2枚止めますね。後ろクリップ止めたらば、こちらのクリップ外します。で、後ろにまっすぐ下げてありますね。で、裏と表ひっくり返らないような感じでこうします。で、ここの距離がもう短いので1本目の仮紐もできないので、もうダイレクトに枕を当てていきます。その前に帯座ここに入れておくと枕が安定しますので、帯座を使った方がよろしいかと思います。じゃあ帯枕を逆さにしたものをなるべく上に当ててあげて、ここを伸ばします。親指でしごくようにしてぐっと伸ばしてあげて、ここがきれいになるのでぐっと伸ばします。そしたら背負います。背負ったらガーゼも慣れないとあれなんですけども、脇でぎゅっと締めれば割と上手にできるかなと思います。あんまりきつくしないで緩みの分を中に差し込みます。こういう向きで差し込んでずっと奥、この時胸紐とか押し込んじゃうんですけども全然問題ないです。もう着物の上にスライドさせて押し込んであげてください。今帯揚げ邪魔なので一回結んでおきますね。後ろこのぐらい距離あるんですけども、慣れてない方、今日は短いので仮紐1本で大丈夫ですね。
垂れ先決めると上手にできるかなと思うので、垂れ先をセットしちゃいましょう。で、前帯の下できっちり結びますね。で、指先1本分ぐらいに調整します。こちら下げてあげて、やっぱり2本使いますね。ここで仮紐もう1本使いますね。もう1本この輪の中に入れてあげて、ズズズッと上げていきます。で、仮紐の位置が同じ位置まで来ましたら、前持ってきて仮紐をきっちり結びます。そうしましたら、今の仮紐を触ってあげて、帯の中に手をこういう形で入れてあげます。で、ここに手先渡してあげます。で、帯の中に落ちますね。こんな感じ、こんな感じ。そしたら、ここにスタンバイするとやりやすいですね。帯締めを右手に渡してあげて、前で結びます。これは平組じゃないので、苦手な方は丸いのがとても便利です。向きがないので便利です。はい、結びましたらこっちに回しますね。はい、そろえてあげて、で、帯締めしたら、もう仮紐はすべて取って大丈夫です。形もこんな感じですかね。そしたら最後に帯揚げ結んでいきますね。帯揚げのコツは、ガーゼにかからないようにちゃんと外してあげることですね。で、脇までこんな感じ、きれいにしてあげたら、よくここから畳む方いらっしゃるんですけど、ここから畳む必要はないです。腕を曲げて、ここに乗っかる部分、ここだけ畳みますね。ここだけ欲しい幅に畳んでいきます。で、畳んだらば、ここを起点に指を通してあげて、後ろまでこうしごいてあげて、整えてあげると脇まで綺麗に揃うので、揃ったらクリップで留めといてあげます。ここ留めるんじゃなくて遠くに留めるといいですね。で、右側も一緒、ガーゼにかからないようにこう広げてあげて、ここだけ畳みます。手元だけ畳みます。ここしっかり持ったら指を通せば脇まで綺麗になりますね。で、両方左右畳んだものを結んでいきます。一結びして割とキュッと結んでいいです。戻るのでキュッと結んでいいです。で、立てます。で、結び目をちょっと下に引いて逃がします。で、ここを整えてあげて、綺麗になったなと思ったらば、下の方の紐を右に持ってきて、帯揚げの上をかぶせるようにして、これもギュッと引いちゃうとクチュクチュになっちゃうので、もうそっと、で、ここで押さえるといいですね。で、ここの端を帯揚げの下から、上からじゃなくて下から帯板の手前に差し込みます。ずっとここ押さえてると上手にできます。で、ここはまあたるみがない感じで入れますね。そしたらもう気を抜いて大丈夫です。もう綺麗にできますので、こちらを同じ帯板に指を入れてあげて、手前にこちらを差し込んであげます。これも緩まないようにきっちりきっちりで、なんか汚い感じがするんですが、これも帯板の手前に沈めてあげます。で、最後親指を帯板の手前に入れて、脇までスライドさせるときれいに収まりますね。あとは出し方は、出方は好みで調整
短くても全然苦労なく結べますので、よろしければ一緒に練習してみてください。最後までご視聴ありがとうございました。やりにくいところはありましたか？ぜひコメントをください。お待ちしています。ありがとうございました。